ボドジャースの弱点。何？倒壊。高齢化。ポストシーズンの弱さ。監督停止。山本由伸とるのほぼ絶望的になったこと。東海やろ特にリリーフが終わっとるなんか広角と打線強いだけのエンゼルスみたいやな。大谷戦を積んで金あるんか？いくら金あっても大谷一人に何十億払ったらさすがにきついやろ。どんなチームか知りたいから教えてくれ。なリーグ西地区はレベル高いん？ア・リーグ東地区ほどではない？ドジャース一強やちな今年ワールドシリーズ行ったダイヤモンドバックスもいる。大谷の起用法どうなるんやろうな。監督があれやから心配やわ。メディアがきつい。せっかくエンゼルスの選手詳しくなって好きやったのにまた一からやドジャース有名な選手おるん？ベッツ大谷フリーマンの MVP 打線楽しみやな。投手がね。11年連続プレイオフとかそろそろ不良再建抱えて再建期に入るものちゃうんか。良いスレやな強いチームなのは知ってるからあえて弱点を知りたいわ。今は割とマジで投手がね補強ポイント違うやろ。どんなチームなん？人気と打線は知ってるけど。ナリーグの方が難しいんやろ？ MVP 取るの良い選手多くて、先発が弱すぎる。リリーフがひどい先発がやばい。てか40歳まで二刀流やらせる気なん？いずれは投手のみか打者のみになるだろうね。二刀流はあと5年くらいだろ。5年やれた御の字ってとこちゃうか。それでなんで1000億も出したんやろ。エンゼルスの本拠地からドジャースタジアムまで車で1時間かからないからな。めっちゃ近いぞ。先発ピッチャー全然おらんけど大丈夫なんか？中継ぎ以降崩れてるイメージはそんなにないし、打って活躍するつもりなのかね。いやリリーフも地味にひどいぞ。ぶっちゃけリリーフの方がヤバいまである。まあでもドジャースみたいな人気球団選んだのは正解やない。今以上に注目されるで。でもこういう大型補強して優勝確定みたいな時って意外と優勝できないよな。とんでもない打線で草これなら大谷も勝負してもらえるからいいか。